おはようございます。えり、ー、の晩酌、あ、すいません。えり、ー、のモーニングでございますね。えー、昨日はですね、えー、なんと、オリックスバファローズ5の連の勝ということで、まさか、高橋光那君に、えー、黒星をつけるというね、うん。 もう、まあ、ほぼね、森友也が一人でやってのけ,のけたわけですけども、うーん。まあ、あとね、幸也く君の回答ね、うー、んうん。すごいね、本当に。いや、勢いがすごいですね。えー、ちょっと私はですね、昨日はもう、えー、まあ、運動会がね、えー、ありまして、息子ちゃんのね、えー、 まあ天気も良かったもんでね、えーまあ、昼間からねこう太陽を浴びて、うん、昼間つか、まあ、朝からね、うん、でその後、まあライブ行ったわけだけども、うん、お仕事のね、えー、日本ライブがありましてうん、うん、まあでも運動会の時点でねもうやっぱもう決めちゃってたからううんもう今日はビールぶち込むしかないということでうん そうねもう太陽が悪いよ、ねうんそんな照りつけるもんだから、えー、もう心に決めちゃいましてね今日はもうビールだと、うん、でもライブ終わったらもう、ね、先輩後輩とね、えー、もうビール芸ですよ、えー、ということで、うん、ちょっとまあいつもよりは飲んじゃったかな。うん で、まあ、運動会の疲れもあって、うーん、帰ってきて、もう、エンプティーっていうことで、うーん、まあ、こうなりました。えー、ね、俺のモーニングということで、もう、あと、5時間もしたらね、えー、もう、違う、次の試合が始まるわけですけども、うーん。まあ、だから、昨日は、だから、ね、年に、 1回見れるか見れないかまあ年に1回かうん年に1回かのその幸也くんのね、えー、もう回答っていうのうん,うん8回も知ってんだからねえー、いやいやいやあそこまでのねこの回答を見せていただけるっていうのはやっぱ年に今年は2回見れたっいうことでねうーんいやー 最2勝目ですこれでねえー、いやーすごいねうーんしかもねあのー、平野さんがさ腰言わしちゃったじゃないうーんでやっぱこうリリーフ陣が苦しい中ね8回まで投げてくれたっちゅうねあーいやいやうまく回ってますね怪我に音出しながらもね あとやっぱ胸はあかんかったかねあれねうーん胸は胸ちゃんがちょっと昨日途中あっおとついか途中交代したけどもうーんねえまあでも変わった廣岡選手がねサードでナイスプレーしてねえうーんでねえ初回もきっちり結果出したしねうーん。 まあ、言ったらもう、誰が出てきてもね、しっかり仕事をするっていうのがね、この、まあ、強いチームの条件だからね。うーん。まあ、だからまあ、うん、こんなこと言っちゃっていいのかわかんないけども、うーん、あれしちゃうかもしれませんね、これは。もしかすると。ねうーん。ちょっと早いですか うーん、まあ、ちょっと早いか。うーんまあ、控えめに言って、あれするかもしれないね。うーんいやー、そうですね。まあ、それぐらいにしときましょう。うーんあんまね、この時期から言うのは良くない。ね、うーん目の前の、目の前の試合、目の前の試合。ねうーん いやあ、すごい。もうだから、昨日は森友哉を獲得した、もうオリックス球団の勝利ですね。うん。セーフさんにはもう、ちょっともう申し訳ないんですけども、本当に素晴らしい選手をね、いただいちゃったっていうね、うん感じです。本当に。うん。森友哉は、えー、もうオリックスです、ね。すいません。ね。うん。うん キャッチャー若月ね。これもいいんだよね。うーん、やっぱり。やっぱりこの形が俺はいいな。森友哉が。DH で若月キャッチャーね。うーん。いやー、あの若林を指してたねー。うーん。いやー、森友哉、すごい。ね、森友哉ね、若月の爆型。ねーうーん あら、すごいですよ。ねえ。で、まあまあ、売っても2割、えー、8分ぐらいは売ってくれるわけでしょうん。うーん。いやー、おかつきですよ。もうね、こりゃ。うん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 。というわけでね、あ、中川がスタメン外れてましたね。うーん、ちょっとお休みでしょうかね。まあ、確かにね。 中川にしてはちょっと寂しい最近のね、うーん、現状でございますから、打率も2割6分ぐらいまで下がっちゃったかね、うーん。まあまあ、得意の交流戦でね、爆上げしてもろって、うーん。それにね、備えてちょっと一休みって感じでしょうかね、うーん。まあ昨日はこうなくんだからね、まあ。 森友屋ぐらいなんだよね、基本は。うん。打てんのはね。うん。まあ、その中でね。ええー、よく勝ったよね、ほんとに。うん。いやいや、すみませんね、私もちゃんと試合を見れてないんで,ですけどもね。うーん。いやー、素晴らしい。ということで、私はね、うん。仕事行かなきゃっていうことで、うん。ちょっとまあ、この辺にさせていただいて、うん。 あとやババワゲスパックはさやっぱちょっと何て言うのかね、うん、この辺にバッターのこの辺に高めにね、うん、投げ込めてる時はストレートをねうんやっぱいいですよねうん。角度ついてこうね 逆にこう、低めに決まってる時なんていうのは、意外とバッター対応できるんだね。なんかね。うーん。難しいね、野球っていうのは。低め低めっていうわけでもないんだね。うーん。ワゲちゃん。平野さんおれへんからね。どうするか問題ですよね、9回を。もしかして、漆原あるねえ。漆原さん。 まあ、一度ね、えー、定着しかけた時もあったけどねうん再チャレンジあるかも、ね、う漆、ん、原君、ね、イケメンだから、うん、だから結構その総一郎漆原でのこのイケメンリレーがねあってもいいかもしれませんね、うんうん 今年のオリックスはね、うん。そういう、そういうね、ちょっとキャッチーなこともね、うん。していける、ね。うん。まあ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 。洗濯機はね、まあ、回ってますよね。もうこの時間だからね。うん。そして昨日の洗濯物が、まだ、もうね、鯉のぼりぐらいありますけども、どっかのね。うん。 竜神郷の鯉のぼりぐらいありますけどもね。うーん。いやー、というわけで、ちょっと仕事行かなきゃね。まあ、まだ大丈夫か。うん。まあ、もうちょ,ちょっとね、ゆっくりして仕事行くっていうことでえ。ちょっと今日はこんな時間になっちゃいました。もうね。うん。すいませんね、ほんと。うん、うん、うん。おめでとうございました。ね。廣岡選手、ナイスキャッチ。ありがとう。 そんなもんでしょうか。ね。はい。ちょっと怪我の皆さんね。ちょっと早く戻ってきてちょうだいっていうことで、以上でございます。さよなら。ありがとう。うんうん